こんにちは、リトマンです。天気を研する人のビデオ、このチャンネルは天気を研する人の私、リトマンがゆるくお送りする多肉植物開墾植物の情報チャンネルです。チャンネル登録がまだお勧めない方は、ポチッと登録ボタンをよろしくお願いします。ということで、今日が11月9日なんですが、今週に関しては私の住む千葉県北西部は、だいぶちょっと季節外れの暖かさで、最高気温が昨日かな、一昨日かな、27、8度ぐらいあったんですよね。今もう11月ですよ。ちょっと異常ですよね。なんで、今のところ実はまだ庭の、取り込みとかを一切してなくて、ちょっとでもそろそろいい加減しないとやばそうなんで、今日はですね、庭の取り込みの第一弾としてこの地植えスペース、ちょっと前回去年の動画かなでエセ地植えスペースを作ったんですけど、ちょっとこのスペースに今年はいろいろと植物を植え込んでいて、だいぶ大きくなった感じがするので、まずはそこの植物抜いていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。じゃあ早速ちょっとこのスペースの植物抜いていきたいんですが、今植わってるのがこのウンカリーナルーズリアナとギガスの挿し木が1本だけ、これはでもあんまり大きくなってなさそうですね。あとはこのこれがグラウカ、あとクンチーの挿し木、枝を挿しておいたやつをただほんと挿してただけ。あとのアロエとかはこれ全部鉢なんで、鉢なんですけど多分根っこがめっちゃ張ってるんですけど、これは別に問題ないかな。なんでちょっとこのグラウカと、あとはこのルーズリアナ、特にルーズリアナこの1本だけは結構でっかくなってんじゃないかな。あとこのグラウカね、このグラウカも結構でっかくなってそうなんで、この辺りの植物抜き上げていきたいと思います。シーズン的にはね、もう1ヶ月早く抜いた方が良かったんですけど、ちょっとなかなか TBM の準備とかでできなかったんで、今からなんですけど、ちょっと抜き上げていこうかなと思います。ちなみにグラウカと、ルーズリアナは確かどれぐらいかな、今年の春じゃないな、夏ぐらいかなに植えた気がしますね。なので夏からの成長だと思ってください。じゃあ実際に抜いていきましょうかね。ちょっとこの辺りのちっちゃい株からまずは抜いていきたいと思います。いやでもこれ結構大変そうですね。もうちょっと掘っていくしかないか。結構根がやっぱり張ってる感じがしますね。ちょっとひたすらもう掘って抜き上げるしかないんですけど、これやばいな、ガチガチっすね。結構下、かなり根が張ってそうな気がする。ちょっとスコップとかが必要かもな。これはちょっとね、意外と難航しそうな感じなんで、ちょっとクンチーとかからまず抜いときます。クンチーは本当に枝を刺しただけなんで、そんなにでっかくもなってなさそうな気はするんですが、どうでしょうね。やばいわ、これちょっとスコップが必要かも。ちょっとこんなのしかないんで、これでとりあえず掘っていきます。クンチーはね、全然こんな感じで根っこは出てるけど、まだ開根はでっかくなってないですね。刺してまだ全然立ってないです、この辺は。これはまた植え込んでおきましょう。これ何の根っこ、やばちょっとやばいわ多分。さっきと同じタイミングで刺したんですけど、こんな感じでこっちは開根ができてますね。プンチこれも本当合ってないね。こんな感じか。全然半年とか経ってないんですけど、3ヶ月ぐらいで開根ができております。全部開墾できてるかも、くんち。こんな感じで開墾ができてくるの面白いですよね。
が一番大きいかな、開墾としては。全部同じ日に刺しました。本当枝を刺しただけ、これぐらいの短く切った枝を本当適当に刺しておいただけです。さあ、くんちは抜けたけど、じゃあ次ルーズリアナを抜きたいけど、よいしょ、おー切れたかな。1個目、すごい、芋掘りです。芋掘り、これ鉢に植え付けるの大変だな。これ1個目抜けました。ウンカリーナルーズリアナです。あ、でこれちょっと待ってくださいね。よいしょ、これがね、あの同級生、これとこれは同級生です。地植えしてなくて、このプラポットのまま今年過ごしたのと地植えしたやつ、いや大きさ違いすぎてやばいっすね。これ全く同じ日に巻いた種です。この一番でっかいやつ、これちょっと抜いてみますか。抜けるかこれでも。あ、ブチブチ言ってる。すごいの来たわ。いやー、こんな感じです。これどうやって植える、この後これ切らないと植えれないっすよね。プランターにでも植えようかな。これ同級生やば。いやー、このウンカリーナね、でっかくなるとは聞いてたんですよ。地植えするとでっかくなるとは聞いてたけど、こんだけでっかくなるのかっていう感じですね。すごいっす、これ。いやー、これが一番やばかったかな。これどこに置いとこう。よし、この辺に置いときます。で、ギガスは、ギガスは全然だな多分。うん、ギガスは何も変わってないですね。ギガスはとりあえず発根してるだけっていう感じです。よいしょ、ウンカリーナいっぱい植えたんで、まあこんな感じとか、あとは、あ、でもこの辺のはちょっとね、ほんと秋入るぐらいに植えたんで、だいぶ遅かったのはあんまり大きくなってなさそうですね。うわ、アロエもちょっとこれ下くっついてんな。これはまだそんなに、でもこれ秋ぐらいに植えてこうなんで、早いっちゃ早いっすね。そんな感じかな。これはちょっとダメだ、まだまだ。ウンカリーナはこんな感じかな。ウンカリーナはそんな感じで、で次がこのグラウカも抜き上げましょう。じゃーん、グラウカこんな感じでした。あ、思ったよりでも太くなってないですね。もっと太くなってるかなと思ったけど、グラウカちなみに同級生が、よし、グラウカの同級生がこれとこれ、剪定すればよかったのかな。まあでもでっかくなってるといえばでっかくなってますね。もう一個の方がもしかしたらでかいかも。ちょっともう一個も抜いてみます。よしよしよし。あ、こっちの方が形いいっすね。ほら、まん丸。ほら、これがグラウカ。地植えをしたらこうなりました。同級生です。やっぱ10円最強かもしんない。まあ、来年はね、このスペースにね、ちょっとパキプスとか、あとセンナとか植えようかなと思っています。はい、いやー、これでも植え替えるの大変だな。ちょっと
本当ね、やっぱり時期はもっと早い方がいいですね。今ちょっとだいぶ寒くなってきちゃったんで、あんまり良くないかも。これが最後のカリーナルーズリアナ。うわこれどうやって植える？植えれないっすよね、これ。こんなの鉢に。いや、しくったな、これ。やっぱり自由に育てすぎるとそうなっちゃうか。だから根っこ切るしかないよね、これ。根っこ切って大丈夫なのかな、果たして。それがちょっとわかんないっすね。まあ、なんで、まあ、根っこ切って植えるしかないから植えるんですけど、まあ、こんな感じの地植えコーナーでした。いやー。いや、このアロエ系もちょっとやばそうだけど、今日手を出すのはやめとこうかな。はい、抜き上げた結果こんな感じです。グラウカー、グラウカー、あとこの辺がウンカリーナ。これが秋に植え込んだやつかな。秋に植え込んだウンカリーナに、これが夏ぐらい、夏前ぐらいかな、植え込んだウンカリーナで、よいしょ、でその中でも一番でかいのがこれ。もうネットをちょっと食い込んじゃってますが、こんな感じでした。すごい、すごいっすね。これが地植え、エセ地植えパワーです。なんでエセでも全然十分でっかくなるやつはでっかくなることが分かったんで、まあ来年はデカリーとかパキプスとかタンクができるようなものを植えていきたいと思います。あ、ちなみにクンチーは、クンチーもこれも多分夏の終わりぐらいじゃないか、もう少し前か、夏前ぐらいかなに植えたクンチー、挿し木です。挿し木もこれぐらい、一番大きくなってんのがこれなのかな、これぐらい。これまた剪定したらガンガンまた挿し木で増やしてるんで、いやマジクンチー持ってる人は無限クンチーですよ、ほんと。あっちにもいっぱいあるんで、無限クンチーが。なんでクンチーは結構挿し木初心者には面白い品種だと思います。はい、そんな感じかな。まあでもウンカリーナに関して言えばこのサイズですからね、同級生が。これとこれ同級生です。いや、マンションとかでね、地植えできない人ってたくさんいると思うので、まあ、よかったらこういうエセ地植えでもある程度大きくなる植物は大きくなることが分かったので試してみてください。ただこういうのをね、植える鉢ってないと思うんで、まあこの後どうしようか問題はあると思います。はい、じゃあこの後これを植え替えて終わりにしようかな。じゃあそこは時間かかりそうなんでカットします。ということで今日はすいません、あんまり内容もなくてちょっと抜いただけの動画になっちゃったんですが、エセ地植えコーナーを抜き上げて成長報告でした。こんな感じで大きくなってる植物たくさんあったので、まあグラウカとか、あとは来年はさっきも言ったようにパキプスデカリーとかはここで植えて、またどれぐらい大きくなるか様子を見たいと思います。はい、ということで本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リートマンでした。いやー、これどうやって植える、やばいっすね。ちょっとこれはもうさすがにこれ植え込めないんで、この辺で切っちゃおうと思います。まあ多分大丈夫でしょう。ここもなんかね、多分ちぎれちゃったと思うんですけど、まあ大丈夫そうなんで、ここももうこれぐらいかな、ここぐらいでちょきっと切っちゃいます。切りました。これだったら植え込めそう。これ根出ししたらどうなるんだろう、ちょっと実験してみようかな。時期的にもまあ心配なんで、一応このダコニールとルートンを混ぜたのを塗っておきます。で乾いたら植え付けようかな。これがなんで明日か明後日ぐらい
にこれは植え込もうと思います。こんな感じになりました。あんまり伸ばしまくるのもだから考えものですね。まあなのでこれよいしょ、これもちょっと切ろうかな。もうこの辺とかね切っちゃった方が良さそうだな。てか無理だな、これで植え込むのは。こことここか、これもいっか。このなんかネットを挟んでるところも切っちゃおう。もうこれいうのは思い切って、どこ、この辺かな、この辺さく、この辺さく、ここか、ネットのところ、ここでさく、よし、これだったらちょっと植え込めそう。じゃあこれもさっきと同じくダコニールとルートン混ぜたものを塗っておきます。で植え付けます。よし、植物片付けに庭に出てきたんですけど、結論植物増えました。いやこれがリトマン式開墾植物錬金術です。いやもう今年の冬の取り込み、これ一生終わらんな。いやどうしようかね、ちょっと考えます。